ジョナサン・ウッドゲート、ジョナサン・ウッドゲート、ジョナサン・ウッドゲート、1980年1月22日体は、イングランドノース・ヨークシャー州ミドルズブラ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはディフェンダー、元イングランド代表。13歳の時にリーズ・ユナイテッドに入団、1997年の FA ユースカップでのリーズの優勝に貢献し、 翌年の1998-99シーズンからトップチームの試合に出場し、2000から01シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ準決勝進出などにも貢献。ポール・ロビンソン、リオ・ファーディナンド、アラン・スミスらと共に、デビッド・オレアリー監督の下で、グリーズと呼ばれた強豪チームの DF のようとして活躍した。しかし、2000年に同僚のリー・ボーヤーと共に、 パキスタン人留学生を暴行したとして起訴される。裁判の結果、100時間の公共奉仕活動を命じられた上に、サッカー協会から代表召集の禁止、2002FIFA ワールドカップの予選で復帰を受けてしまった。リーズの財政難の影響を受け、2003年1月31日に1、375万ユーロ。 約16億7800万円の一石金で入滑するユナイテッド FC に加入。すぐにファンの人気をつかむが、怪我が重なったこともあり、パフォーマンスは良好とは言い難かった。しかし、2003年 4UEFA カップ、準決勝のオリンピックマルセイユ戦では、ディディドログバを完全に封じ込めるなど活躍している。 才能を高く評価され、2004年8月21日に、遺跡金2000万ユーロ、約26億6000万円で、スペインのレアルマドリードに加入した。全所属の2チームで怪我に苦しみ、実際に遺跡時にも負傷していたウッドゲートを、レアルマドリードが獲得したことは、多くのサッカーファンを驚かせた。リーガエスパニョーラ発挑戦で意気込んでいたが、開幕直前に古傷を負傷し、 シーズン中盤に復帰するも再び同じ箇所を負傷してしまい、その後完治することなく04から05シーズンは出場しに終わった。チームはウッドゲートを DF ラインに配置し、イヴァン・エルゲラを本職である中盤に戻すという構想が破綻してしまい、中盤に守備の選手が不在となり、シーズン序盤に大きく失速。冬にトーマスグラベ戦を獲得し、立て直しを図るも、 序盤の不調が響きチームは無感に終わってしまう。リーガでのデビューは約1年後のアスレティックビルバオ戦となった。その試合ではオーンゴールを献上した上に累積警告で退場してしまったが観客からは拍手と励ましを受けた。レアルマドリードにおいての初ゴールは UEFA チャンピオンズリーグデビュー戦だった2005年10月19日のローゼンボリ BK 戦であった。 デビュー戦以後しばらくは本来のプレーを披露したが、その後怪我が再発し2005から06シーズンの出場はリーガでの9試合と UEFA チャンピオンズリーグでの3試合に止まった。高額内積金で加入したのにもかかわらず、このように少ない出場数で終わってしまったためか2007年夏にネット上のファン投票で21世紀最悪の契約に選ばれてしまった。 DF の再構築を目指すレアルマドリードで構想外となったことで2006年8月31日に地元のミドルズブラ FC が今季終了後の買取のオプション付きでレンタルで獲得。2年ぶりにイングランドに復帰した。デビュー戦は9月9日のアーセナル戦で地方ラジオ放送局であるセンチュリー FM からマンオブザマッチに選出される活躍だった。 ミドルズブラでは副首相としてチームを支え本来の輝きを取り戻していった2007年4月26日に移籍金700万ユーロ約8億8千万円で完全移籍。ミドルズブラでの活躍でいくつかのクラブが獲得に関心を示す中2008年1月28日に推定1050万ユーロ約16億8千万円の移籍金で トッテナムホットスパー FC に加入し、1月30日のエバートン FC 戦で初出場を果たした。トッテナムでの初得点は2月24日、チェルシー FC とのフットボールリーグカップ決勝戦でのことである。この試合は前半39分にドログバのゴールで先制されるが、後半25分にウェインブリッジのエリア内でのハンドで得た PK を ディミター・ルベルバトフが決め同点とすると、延長前半4分に、ジャーメイン・ジェナスのクロスをウッドゲートがねじみ逆転に成功。結局この得点が決勝点となり、トッテナムは1999年以来9期ぶり4回目の優勝を飾った。また、この活躍からマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。2008から09シーズンは、レギュラーとしてリーグ戦34試合に出場し、 スパーズの最終ラインを死守したが、2009から10シーズンは怪我に悩まされ3試合の出場に止まってしまった。2010から11シーズンは完全に構想外となり、チャンピオンズリーグ1試合の出場に止まった。スパーズとの契約が2011年夏をもって満了なることを受けて、現地時間の7月11日にストークシティへの移籍が発表された。 契約内容は1年契約で契約金は出場試合数に応じて支払われる不愛性で活躍次第では1年間の契約延長のオプションもついている。スパーズとの契約延長については打診があったようだがトニー・ピューリース監督のラブコールと自身の新たなチャレンジとして移籍を決意したようだ。ストークシティでのリーグデビューは2011から12シーズン開幕のチェルシー戦。 イングランド A 代表招集経験もある、ライアンショークロスとセンターバックを組み、見事に、チェルシーの猛攻を無失点で切り抜けた。その後は、右サイドバックで出場するゲームもあったが、前世紀の出来にはほど遠く、17試合の出場に、とどまった。2012年7月6日、フルス・ミドルズブラへ3年半ぶりに復帰した。2016年5月に、 ミドルズブラとの契約が終了と共に引退した。引退後の2016年夏にスペインでプレーした経験を買われ、リバプール FC のスペインポルトガル担当スカウトに就任。2017年からは現役最後を過ごした故郷のミドルズブラのアシスタントコーチ兼アカデミーのコーチに就任。2019年6月、ミドルズブラの監督に就任した。 U-18、U-21 イングランド代表を経験。A 代表でのデビュー戦は、リーズ在籍時代に、ケビン・キーガン監督によって招集された1999年のブルガリア戦である。しかし、前述の暴行事件や、怪我の影響で、イングランド代表でのプレーは少なく、6試合目の出場は2007年2月7日のスペインとの、親善試合で5試合目の出場からは、 約3年ぶりのことだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。